総合積席戦は、関西大学と関西学院大学との、スポーツ対戦のこと。関西学院大学ラグビー部の選手1970年代から、スポーツ推薦入学の廃止等が要因となって、関西大学と関西学院大学ともに、学生スポーツの低迷が始まった。危機感を持った両校は、その打開策の一つとして、大学間での総合対抗戦。 すなわち総合積席戦を1978年より開始した。1978年、関西大学と関西学院大学の両校が同じ日程、同じ場所で対決するという形式で始まった伝統の一戦。両校の体育会に勝敗を決めることができる。同一競技のクラブがある場合は、すべてのクラブで対戦が行われる。対戦種目は、野球、テニス、バレーボール、 ホッケー、小武道、なぎなた、射撃、合気道、想定、相撲、ラグビー、フェンシング、アメリカンフットボール、ゴルフ、自動車競技、航空機競技など極めて多岐にわたり、勝利数の多かった大学がその年の総合優勝校となるというのが特徴である。ワンダーホーゲルなどは勝敗を決めることができないので、両校の体育会にクラブがあるが、総合絶責戦に参加しない。 愛気道は勝敗に無関係の演舞を披露する。ラクロスは、漢学側だけが、体育会に参加しているため、漢学のラクロス部と漢大のラクロス同好会が、公開競技を行う。西暦の期数年は漢学が、多摩数年は漢大が主催し、主催大学の体育施設を主会場として行われる。6月中旬の週末を含む3日間で行われるが、スキーのように夏季に不可能な競技や、 ゴルフ、ヨット、想定などの大学内での開催が不可能な競技、リーグ戦の都合によりやむを得ず、別日程の対戦を組まざるを得ない場合は、前哨戦として別日程に対戦が組まれ、その結果を総合成績に組み入れる。もちろん、大学外での開催が本日程と同時に、開催できる場合は、前哨戦扱いはされない。六月初めの週末には、全員や祭りと称して、 両校応援団による応援合戦が行われる。全夜や祭りと称しているが、現在は昼間に行われている。関大主催年は、JR 水田駅、駅前広場で、関学主催年は、群瀬タウンセンター塚進化、阪急西宮ガーデンズで開催される。1978年から2019年までの対戦成績は、24勝17敗で、関学がリードしている。2007年の、 第30回大会は、間学でマシンが流行したことにより中止となった。間学は2009年から2017年まで9連覇、したが、2018年は10年ぶりに、関大が総合優勝した。なお、2019年には、史上初の引き分けとなった。両校の併設高等学校である、関西大学第一高等学校、関西学院高等部の間でも同じく、 積々戦が行われている。さらに2004年度からは、同じく併設中学校の関西大学第一、中学校関西学院中学部でも行われるようになった。両校とも頭文字が、関のため総計戦、同率編のように、どちらが先かとの論争については、日本語表記では起きることはないが、 両校の英文表記はそれぞれ、関西ユニバーシティと、クワンジー・学院ユニバーシティであり、関の部分の綴りが異なるため、英文表記については1年ごとに変わる、主催校の方を先に表記するようにしている。ありがとうございます。